ツイッターで情報をいただきました。めっちゃ良かった。最初は堀江さんの視線が冷めていたが、だんだんとお互いの共通する思いがつながってきたと思う。まあ違う部分も多々あるだろうが、一点も多々見出せたかい。アンチこそ見るべしとのことでした。ここで堀江氏と青山議員のコラボがあるとは。前編は無料とのことですが、無料部分が一部ありましたので確認しました。自民党の既得権益を壊す総裁選に出馬表明、青山茂春に直撃、派閥政治は健在、九条改正は今後の政局を問う堀江門。今回のゲストをご紹介します。自由民主党参議院議員の青山茂春さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。青山さん、参議院の1期目からこれ完全無派閥を貫いて自民党を内部から変えるという理念を掲げてここまで活動されている。自由民主党の腐った部分を変える。変えると、中から変えると。うん、腐ってますから。はっはっは、腐。十分その腐ったお話をね、聞いていきたいと思っているんですけれども、青山さんはですね、1979年共同通信社に入社して、事件記者、経済記者、政治部を経まして、その後三菱総合研究所を経て、株式会社独立総合研究所を創立されまして、2016年にですね、これ参議院議員選挙に当選ということで、自民党員の党員獲得3年連続1位っていうレコードも持っていらっしゃったり。総裁選出馬されるんですか？はい、あの一番最初に表明して、で明言してるの僕だけなのに、メディアから完全無視。え、なんでですか？やっぱ困るんじゃないですか。既得の権益とか利益構造を壊すと言ってるわけなので。いや、でもあれですよね、5人以上でしたっけ、推薦人みたいな。20人だ。それはもう目処立ってるんですか？目処立ったとは言えないですね。一応僕が代表の議員集団があって、派閥とは違ってお金1円も動かない、地位の割り当てもしない、それ100人いるんですよ。100人でもですね、その中で推薦人になりたいっていうね、言う人が若手からベテランまでいるんですけど、次々剥がされるんですよ。派閥は全然解消していないんです。解消していないです。結構その総裁選って党員が投票したりとか、国会議員票とか都道府県票とかあると思うんですけど、派閥内ってぶっちゃけ厳しくないですか？ああ、厳しいですよ。ただね、僕は選挙部今までの議員のやり方の選挙って一切やってませんから、総裁選だからといって変えるってことはしないので、まあ総裁選出るっていうのは野心がなく野望なくっていうことを言っててですね、野心野望、今までの総理が岸田総理を含めて、それから親しかった安倍さんも含めて、野心野望いっぱいありましたからね。で、そうではないと言ってるとですね、やっぱり反響というか反応があるんですね。だから例えば若手の議員と話してて、青山さんの推薦になりたいですって言うでしょ。で、しばらく経つと、でもしかしがあるわけですよ。とのことでした。推薦人集まらんのですか？キトラ中アナ総裁選出るんですか？青山議員出ます。大高氏頑張っていただきたいですよ、本当に。でご紹介しましたが、20人は集まりますよ、はっきり言うと。だって守る会93人もいるんだし、集まるでしょうとおっしゃっていました。マジで集まらなかったらこのあたりツッコミが入りそうな状況かと思います。でもしかし、例えば総理にこう言われただとか、派閥のボスにこう言われたってあるでしょ。そのでもしかしのところに、日本が成長できなくなってたり、僕この間の堀江さんの経済論は感心して読みましたけどね。何ですか経済論って？いやいや、堀江さんは日本経済には実は新しい要素が出てきてるってことを論調発表されたじゃないですか。なんかいろんなことを言ってるんで、どこで何を言ったとか覚えてないんですけど。何の話ですかねそれ。まあ例えばスタートアップなどを含めてのことですよね。うん、だからアンシャンレジームっていうか、古いものを脱皮する動きはあるから。だから派閥っていうのは今までの利益構造の仕組みを象徴してるもんだし、それから新聞社とか僕のいた共同通信とか放送局も NHK も基本的にその利益構造の中でぐるぐる回ってるんですよ。ちょっと飛躍して言うと、だから賃金も上がらないわけですよ。だからそういうことを考えて議員になってるから、総裁選といっても同じことなので、出る以上はこういう準備をしてるんじゃないかってことあるでしょ。他の人はしてますよ、高市さんとか河野さんとか石破さんとかしてるわけですけど、そういうのはしないと。はい、しないで問題提起してるわけですけど、問題提起だけで終わるっていうのは無責任になるので、出る以上はこういう新しい総理総裁が誕生して、世界は今壊れかけてますから、どんどん壊れてるでしょ。だって国連安保理理事国のロシアが堂々と侵略戦争をやってるわけだから。だから日本だけ今までの仕組みで行くはずがないので、それなりに自分の選挙とか自由民主党の党内だけで考えてるって言ってるように見えるから、ぐる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 回ってるんですよ。いわゆる派閥と金問題で何が腐ってるのかのごく一部が出たでしょ。その直後にやる総裁選でしょ。そしたら今までと違うことやらなきゃいけないのは当たり前じゃないですか。とのことでした。利益構造の中に団体票なども含まれています。それをぶっ壊して選挙に勝つのは相当難しいであろうことが予想されます。
ただ今の自民が既定路線を続けても支持率的に次期国政選挙が心配なので、大胆な改革があると国政選挙に好影響がありそうではあります。実際のところどう思います？立憲民主党が解散総選挙で議席をすごく飛躍的に伸ばしますか？行き場がないですよ。票の行き場がないですよね。だから得票率が伸びないってことも、下がる、下がるってことももちろんあり得るし、国民が政治をもっとこう嫌になると、このまま行くとね。ただその野党でいると、やっぱ派閥と金問題で、あれだけ1日1億3億のお金を使って国会審議してですね、派閥と金問題だけだったでしょ。あの時こそ野党の外交安全保障、それから経済政策、特にそれから教育政策、打ち出すべきが全然なかったですからね。だからやっぱり政権担当能力ないと思わざるを得なかったから、私は自由民主党の中から変えるのが一番効率的だと思うんです。蓄積された経験と、それから若手の議員はやっぱり随分、実は変わってるのに上から蓋されてるから、だからその蓋を壊さないといけない。でもまあ天の計らいで総裁選がちょうど来るんだから、違うことをやるべきだと。とのことでした。民主党政権の地獄を経験すると、自民を正常化するのが近道というのはおっしゃる通りと思います。票の行き場については、新しく生まれた国政政党や政治団体が2桁議席に届くかというところが見どころではないでしょうか。参議院議員が総裁になったらどうなるんですか？憲法ではどちらでもいいですから、別にどうなるわけじゃなくて、ただ今までの利益構造が加われますよ。参議院議員が、そっか、参議院議員は憲法上は別にいいのか、首相になっても。憲法に書いてあるのは、大臣は民間人でもなれるけど、総理大臣だけは国民から選ばれてる国会議員じゃないといけない。衆参の区別は全くありません。でもなんで衆議院議員だけがなってったんですかね。それはやっぱり利益構造の問題だと思いますよ。利益構造の問題ですか？かつて堀江さんは広島でも挑戦されてましたけどね。例えば岸田総理も広島の小選挙区でしょ。で、この間のサミットのね、核問題やるなら僕は長崎でやるべきですって、当時は岸田さんに電話して言ってたんですよ。地元の広島でやるっていうのはね、ご長男の総理秘書官にして4代目の世襲にしようとしてたことと同じでね、小選挙区のちっちゃいところでぐるぐる利益を回してるわけですから、それが国全体に広がってるだけだから、さっきから言ってる通り同じところを回ってるんで、だから参議院議員っていう今までに総理になってない人が現れると、それは立候補の一部が壊れますから、そういう風に考えてるんですね。あんまり僕そんなこと考えたことなかったんで。でも割とあれですよね、出馬される方もよく鞍替えされますよね。選挙区の林さん、僕も散々言われましたですよね。もうそういう構造を維持するために、もし総理を目指すんであれば鞍替えを、鞍替えしなさいと現に林芳正さんは、林、そうですよね、鞍替えしましたよね。で、参議院からかつて林さんだけ総裁選に出たことあるんですよ。でもあれは宏池会の内部事情だったんですよね。宏池会から誰か出なきゃいけないから、どうせ勝てないけどって出ただけで、出てみたら参議院だからってすごい惨めに言われたので、それで川村さんって人を引きずり下ろして鞍替えしたじゃないですか。でも林さんは長い付き合いですけど、それは僕は間違いですと、出るんだったら鞍替えせずに参議院からやるべきだったと、僕も鞍替えって話があって、でも鞍替えせずに解散がない参議院から解散権を持つ、それだけで、まあ堀江さんの問いに答えて言うと、十分こういう凝り固まった政界では破壊的なんですよ。とのことでした。参議院議員の総裁選出馬自体は前例があるとのことでした。ただ今までの不分立を破ることにはなるでしょうから、相当な反発はありそうですし、メディアも取り扱いにくい状況なのではないでしょうか。で、今回の総裁選もこれ、全部衆議院の小選挙区でしょ？これだと同じになっちゃうんです。しかも、岸田内閣の現職閣僚もいらっしゃるじゃないですか。党役員もいるじゃないですか。ということは、同じところでまたぐるぐる回すんですよね。で、今比例とおっしゃった通りね。日本で全国で考える選挙区っていうのは参議院しかないんです。で、今僕は参議院だから出るって言ってるから、さっきの堀江さんの質問にも関連しますけど、無視されてるわけですよ。衆議院の解散権を持つ人が解散のない参議院でいいのかっていうふうにね。政治評論家や学者に、東大の学者にも言われてるわけですけど、でもそれは間違いで、今までの総理が自分のために解散してたから、自分の思惑で解散してたからそういう発想ですけど、本来は解散は国民のためにやるものなので、だから解散権が自分にあるとかないとか関係ない、それって公私混同も甚だしいと思いますよね。でもこれはまあね、現職の岸田さんはどうかわかりませんが、いや出ます、出ます、いやいや、まあ出るでしょうが、意外と団子ですよね。なんか現職が弱いからです。岸田さんがもし総理続けたら解散できないじゃないですか。そうですね。解散したら最後、自由民主党は十分野党になりますよ。僕、もう一つこういう話を聞いたんですけど、憲法改正に向けた国民投票というか、発議をするっていうお話がすごく出回ってるんですけど、これ本当なんですか？とのことでした。この続き聞きたいところですが、無料部分では公開されてませんでした。
憲法改正に関しては少なくともアドバルーンは上がっている印象です。岸田総理続投の上で国政選挙に勝つには憲法改正くらいのインパクトは欲しいところですね。解散打った時の論点として憲法改正の選挙なんですよこれは、とそれやるとですね選挙に勝てないと思います。安倍さんも9条改正に全然取り組まなかったんですよ。政治的コストが高すぎると。まずあの強運の2人の衝突になってるんですよね。スタッフに聞くとトランプさんは普段もうすごく本当に分かりやすい人で、逆にカマラ・ハリスさんは47人いたスタッフから43人いなくなったんですよね。まあまあトランプはビジネスマンですからね。そうです、日本の外務省ってアメリカとチャイナとはもうそういう意味ですごく深く癒着してるから。六本木とかにある有名な中華料理屋とかあるじゃないですか、日本のね。現役の官僚が国家機密を個室でね、よく知ってますね。話したりするのは良くないと思います。それははっきり言うと盗聴されてます。されてるんだ。されてるんです。それを支えてきたのが自由民主党の腐った部分なんですよ、とのことでした。憲法改正はいいんですが問題は中身です。解約されるくらいなら現状維持の方がマシと左右お互いを持っているからこそ硬直しているように思います。しかし派閥解散など岸田総理には決断力はあるように思います。総裁選解散総選挙に向けてまだまだ予測は難しそうですね。健康くんは決断する力が決定的に欠けてるよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。